はい、皆さんこんにちは、クーガです、久しぶりですね、だいたい1ヶ月ちょっとね、動画投稿できてなかったんですけれども、久しぶりに、お話ししていきたいかなと思ってます。で、今回そうですね、ちょっとね口が回るかわかんないんですけれども、プリセットパック、やっと無事に、発売することができたので、そちらの、説明とか、を、していこうかなと思います。プリセットパック一個一個解説できたらいいかなって思ってるんですけど、あとね、最初にちょっとこれの成り立ちとか、どういう風に、発売するまで至ったかっていうのを話していきたいかなと、思っております。で、今回なんですけれども、この新しいパックですね、クラシックと、ニットとヒューミット、この3つのパックが、作られています。パックというかね、プリセットが作られています。で、でそれをまとめた3つのやつで、昔は前はこのクーガディションプレミアムプリセットパックってあったんですけれども、なんでこのこれみたいに6つ入ってないのかって話になると、それがこのクラシックとヒューミットにもうあのプリセットのなんていう、自分のレタッチの力を結構注ぎすぎて、他を作るに至らなかったっていうのがありますね。で、ニットは自分のその粒子感とか、トーンカーブのムラの出し方とかを、詳しくやっていて、難易度的にはちょっと高いというか、使いどころを考えるようなプリセットにはなっているんですけど、そうですね、今回の目玉としてはこの3つのうちでも特にこの2つっていう感じに、なっております。で、これをまとめたプリセットを、そうですね、クーガディションプレミアムプリセットパック2っていうことで出させていただいております。で、値段もちょっとだけね、こちらの、プリセットパックの元の値段より若干高くなってるんですけれども、もうこれに関してはもうぶっちゃけ買ってみた人はもうわかると思うんですけど、圧倒的にやっぱクオリティが高くなっちゃってるっていうのがあるかなって思います。そのどうしてもやっぱプリセットをお客様にこう販売するためにこう作成していく中で、まあ、自分自身も成長を多少してしまうっていうのがやっぱあるんですよね。で、こちらのプリセットもめっちゃいいんですけど、特にこのクラシックとかヒューミドっていうのはあのなんて言うんだろう、ライトルームのアップデート後に追加された機能っていうのをまんべんなく、網羅しているの。プラス、特にですね、特にクラシックの方なんかは、キドマスク、カラーマスクをもっと盛り込んでる。1個のプリセットに6つとか8つとか、段階フィルターが、組み込まれている状態で、作成しているものもあります。まあ、どういう仕組みになっているかっていうのは、今からどんどん話していこうと思うので、聞いていただけると嬉しいです。はい、じゃあどうしようかな。まず最初にこの、プリセットパックの方から話そうかなと思います。そうですね、こちらになります。今回は、まあ、ちょっとね、値段高めになっているんですけれども、まあ、普通の値段でやってもよかったんですけれども、今までね、この別のクーガコレクション、1の方ですね、を買っていただいている方もいるので、まあ、それのレベルに応じた値段にさせていただいております。で、まず一個一個見ていきたいんですけれども、そうですね、ここですね、クラシックっていうのは、基本的には、ブルーを基調としているプリセットとなっていて、あとは肌の質感とか柔らかい、ところを意識して、作っています。で、特にですけど、まあ、明暗別に、柔らかさが、明瞭度が違うような設定をしていたり、例えばグレーとか、色ごとに色が、青が乗るようになっていたりっていう段階フィルターも使っています。で、かなりこの辺の調整は頑張って、作っていたので、ぜひね、購入される方はその辺も注目してみると、自分の勉強にもなるかなと思います。はい、次ヒューミットですね。ヒューミットは、一見このさっきのクラシックと似ているようで全然違くて、ヒューミットは結構フィルム調ベースで作ってますね。フィルム調を意識しながら作っているんで、なんかその色のムラとかが若干出てるんですよ。で、若干出てるんですけど、その色のムラのを完璧に修正したプリセットっていうのも、このヒューミットの中6つのうちの1つに、組み込まれていますので、そちらも探していただけていただければいいかなと思います。特にこの中でヒューミットグレインっていうのは相当、後でちょっと話そうと思うんですけど、相当かなり、いい具合に修正していて、まあ、よりもかなり、いい感じに使えるプリセットになってますので、楽しみにしていただけるといいかなと思います。で、次ニットですね。ニットは特になんですけど、暖色のなんて言うんだろう、蛍光灯じゃないな、電球とか、照明に、強いようなプリセットになってます。なんで基本的には野外だと、あまり使う機会がないかもしれないですね。ただその野外で例えば日が落ちてきた時間帯の、太陽の光が暖色になってくる時とかは使いやすいかもしれないです。日中とかはあまり活躍しないと思うんで、まあ、その辺はね、自分で明暗別色補正、カラーグレーディング機能とか、キャリブレーションの、まあ、シャドウ色かぶりとか調整していったら、まあ、いい感じになるかもしれないですね。基本的には室内撮影で、向いてるプリセットとなってますので、興味がある方は、まあ、サンプルとか見ていただければいいかなと思います。
はい、次ですね、次っていうかね、どんどんこうクラシックのサンプルとかね、まあ、ヘアドリでも相当強い、青を基調としたプリセットになったり、まあ、これもね、ここまで 青が強くなくていいなとか思ったんだったら、別にカラーグレーディング機能とかね、そのシャドウの色とか動かせるんで、その辺も調整できるかなっていうふうに思っています。でクラシックの方には、風景のプリセットもう1個だけね入れています。クラシックランドスケープっていうプリセットを入れているんですけれども、これもね、結構風景写真っていうのはパキッとした、イメージが強いと思うんですけれども、柔らかい、クラシックランドスケープ本当はソフトですね、柔らかい雰囲気を重視して作った、風景用のプリセットになってます。まあ、実際にはクラシックから発生して調整したプリセットになっているんですけれども、この辺もねかなりすごい、いい雰囲気、まあ、こんな感じとかね、いろんないい雰囲気、明るい光が当たったところに、まあね、あのマスクが、うまく調整されているようなプリセットにもなっているので、ぜひ使ってみていただけるといいかなと思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ポートレートとかもかなり使えるんですけど、まあね、結構自分がいつも普段使っているような色味にかなり近いのがクラシックかなと思っていただいていいかなと思います。ヒューミットはかなり万能なので、まあ、一番もしかしたら今回のプリセットで人気が出るのかなとか、思ったりもしています。これニットですね。クラシック、ヒューミット、クラシックの風景ですね。クラシックランドスケープですね。でまあ、こんな感じでやっております。じゃあ今からちょっとね一つ一つ詳しい解説っていうのをしていきたいと思うんですけど、どうしようかな。じゃあまず目玉残しといてニットから解説しますか。ニットはね、そこまで、クラシックと、なんだキューミットほどのこだわりがないっていうことで、まあ自分が普段やっている技術とかフィルム調の、レタッチを意識はしているんですけれども、まあ、そこまで盛り込んでないってことで少しだけ安い価格になっております。少しとか結構ですね。はい、じゃあ解説、まあ、写真見ながらですね、まあ、先にキャプションを見ますか。ニットは暖色の明かりをメインとした室内特化のプリセットでノイズがかったフィルムを意識して作成しました。かなり癖があり、全ての状況に応じて当てはめるのは少々困難かと思います。粒子の量やトーン幅はかなり緻密に計算して作成しましたので、自分なりに改良してもよいかと思います。また、クーガンの他のプリセットを持っている方は他のプリセットのカラーグレーディングを当てはめると、ガラッと雰囲気が、変わるやもですってことで、まあ、この通りですね。この色が気に食わないなとか、あのグリーンがかってる部分、あのシャドウの色かぶりとかもあるんで、この辺とかを色自分好みにしたらもうかなりザラザラ系のいいプリセットができるかなって思っております。ぜひねこの辺も使ってみるといいかなと思ってます。でビフォーですね。でアフターで、これはいくつかプリセット、今回のプリセット全部6個ずつかな、6個か7個ぐらい入ってるんですけど、今回のニットも7個入ってて、でニットのこれ確かコントラストっていうプリセットで、これがニットグレインプラス、多分ね、結構ザラザラ気してる感じの、プリセットになってるかなと思います。まあ、こんな感じで室内とかは結構ザラついた雰囲気、ちょっとねノスタルジックな雰囲気がうかがえる、プリセットになっております。あれ動かないな。うん、こんな感じで、室内ですね。まあ、基本的には室内特化、まあ、外もこう暖色の光が降りてきた時は、まあ、プリセットとして使えるかなみたいな、感じですね。はい、まあ、特に、まあ、ニットはこんなもんでいいんじゃないかなと思ってますね。でニットの中にニットブルーっていうのがあって、まあ、曇りとか雨の撮影で、使ってもいいし、あの 海のところでも結構使えるかなと思うんですけれども、ニットの中で、唯一あの青を基調としているプリセットになってるかなと思います。まあ、これもニットから発生してできているプリセットになっております。はい、まあ、こんな感じでサンプルを見せつつ、まあ、夜もいけるんじゃないかなと思います。ノイズの軽減確か知ってたかなと思うんで、その辺も使ってみたらいいかなと思います。はい、次戻ってみましょう。じゃあ次はどうしようかな、どっちからでもいいんですけど、じゃあクラシック残してヒューミットからいきますか。はい、じゃあ早速キャプションから読んでいきたいと思います。これちょっとね画面上じゃ、見えないかもしれないんで、ゆっくり話した方がいいのかな。ヒューミットは最も使いやすくクオリティの、ダメ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 、ヒューミットは最も使いやすくクオリティの高いプリセットだと考えております。中でも、ヒューミットグレインは自分が普段使っているプリセットの技術や細かい色の補正も組み込んでおり、間違いなくメインで使用したくなる方が出てくると思っております。ベーシックである、3つのプリセット、ベーシックである3つのプリセット、フィルムの色ムラを意識した、多分123ってあるんですよね。ヒューミット123っていうのがあって、その3つのプリセットはフィルムの色ムラを意識した、マゼンタ味がね少しあるプリセットになってるんですよね。カラーグレーディング機能を織り込んでないものもあるので、独自のプリセット作成にも使っていただけると思います。
そうなんですよ。カラーグレーディング機能をまだ、付与してない、まあ、元のベーシックの、プリセットがあって、それを使って、まあね、キャリブレーションとかも動かしていいんですけど、明暗別色補正、まあ、段階フィルターじゃないな、カラーグレーディングの方で自分好みの色に乗せるといいプリセット、まあ、自分だけのっていうかね、改良したいいプリセットができるかなと思うので、ぜひ試してみていただけるといいかなと思います。じゃあ、そうですね、まあ、でも今回の中でもこの6つのプリセット、なんていう、ヒューミットの中に入っている6つのプリセット、ヒューミットグレインっていうのが自分の中でもかなり目玉で、これをまず軸に、作ったって感じです。軸っていうか、まあ、一番、クオリティが高くできるように作っております。でこの中の、サンプルは基本的にヒューミットグレインで固めておりますので見ていこうかなと思います。はい、じゃあヒューミットいきます。まず1つ目、こんな感じですね。ちょっとね動画編集上の都合もあって画面上の色味違うかもしれないので、ストア行って見ていただけるといいと思うんですけど、これもう全部露光量しか調節してないんだけど、ないんですけど、あのこの一発当てただけでこの質感と色味が出てくる、ピンクが肌のところに少しねマゼンタが入るようになっていることによって優しい感じっていうか、女の子の可愛らしさとかすごい出るようなプリセットになってるかなと思います。でこちらが、ヒューミットのビフォー、ヒューミットのアフター、まあね、スナップとか、風景写真にも全然使えるかなと思っております。はい、次、これもヒューミットグレインですね。いや違うな、これはなんだっけな、確かヒューミットグレインソフトがグレインソフトかなんかですね、確か。でワントーン落としててシナモテックな雰囲気が出るように、作っております。でこの辺とかも、ヒューミットグレインに近い、ヒューミットグレインかな、これもになっております。まあ、かなり質感としてはフィルムからさらに柔らかめにデジタルでしか再現できないような、雰囲気を出していたり、色の調整とかをかなり正確にやってて、まあ、ソニーの機種であればまず間違いなくバチッと当てはまりますね。あとの富士とか、あの、まあ、ニコンとかキャノンとかいろいろあるんですけど、その辺も基本的にはちょっとキャリブレーションを動かせば、いい感じになるんじゃないかなって、思っております。まあ、桜にも対応できるんで、まあ、ぜひとも、あのね、春を楽しみにしていただきたいプリセットでもありますね。こんな感じで、柔らかいところが柔らかくなっているようなイメージもあれば、そうですね、色一つ一つも結構、細かく調整している状態ですね。はい、まあ、こんな感じで、ミモザもね、しっかり調整しておきました。これからの季節来るんでね。こういう風に、背景が白いところでも、うっすら青が乗るようなプリセットにしていて、ちょっとね、雰囲気のある写真になるようにしております。はいはい、まあ、こんな感じで海もバッチリでしょう。柵取りとかも、ドライフラワーにも、この柔らかみとか質感が合うかなって思っております。お子さんの写真にもいいかなと思います。肌の色味がそんなに変わらないように今回、自然な色味で調整しているので、こういう風にねお子さんの写真とかにも使っていただけるかなと思います。この背景のグリーンっていうのは、まあ、おなじみの自分がよく使っている、ちょっとねアクア寄りのグリーンっていうのを意識して作っております。はい、どうでしょう。まあ、こんな感じになっております。ヒューミットは本当に、いいプリセットですね。値段は少し高めに、しちゃったんですけれども、中でもねこのヒューミットグレインっていうのは間違いなくハマる人多いかなと思います。昨日 DM とかで、サンプル、使わせていただきたいですっていうか、プリセット今購入迷っていて、っていう方がいて、そういう方たちにやろうデータこちらに渡してもらって一辺当てて、露光量だけ調整するとか、まあ機種によっては、色かぶりだけ調整するみたいなことをしていたんですけれども、やっぱねこのヒューミットグレインは、まあ、みんな、ね、結構満足している方が多かったので嬉しかったです。はい、じゃあ次、戻ってクラシックの方まで行きたいかなと思います。うん、大丈夫よね、取れてないかと思った。はいはいはい、クラシックですね。こちら、クラシックは今まで最も時間をかけて作ったプリセットです。ぶっちゃけマジで大変でした。特にこのプリセットでは多くの段階フィルターやマスクの機能が織り込まれております。普段使いとして使用するだけでなく、マスクの使い方などの研究にもなればいいかなと思って作成しております。中でもクラシックプレミアムは、特徴的な青と質感があるだけでなく使いやすさにも、焦点を置いて作っております。僕自身が普段使っているプリセットに最も近い、プリセットとなっております。はい、まずこのマスクと段階フィルターの機能を織り込んでいるっていうのもあるんですけど、まあライトルームにどんどん慣れてっていうのもあって、時間もかけたっていうのもあって、感覚的にはラディアントの、上位種であって
て、プラス、自分の色味、とか、普段使っている技術っていうか、まあ、テクニックっていうのを少しずつ織り込んでる、プリセット、まあ、少しずつっていうかがっつりですね織り込んでるプリセットになってるかなと思います。かなり勉強にな、使うだけじゃなくて勉強になるかなって思いますね。自分のプリセットが今欲しい人が多い中で、基本的に皆さん、プリセットを他の人たちに買ってからそのまま使うこと少ないと思うんですよね。だからただ自分は普段使いできるだけじゃなくて、皆さんがねその勉強にも使っていただけるようなプリセットを、目指して作っております。はい。なんでね、結構万人受けするプリセットというよりかはちょっとだけね、癖のあるプリセットの方が、自分はいいかなと思います。例えば有名どころで言えば、高木新平さんの、ウィーケンドっていうプリセットがあると思うんですけれども、あれはすごく、初心者の方とか iPhone で撮った写真とか、もう結構な範囲で万能なプリセットだと思うんですよね。まあそういうプリセットっていうのはもう本当にもうすごい人たちがもうすでにやっていらっしゃるので、自分はそちらの方面やる必要がないかなっていうことで、自分のこのストアを作ってプリセットを販売させていただいております。はい。じゃあどんどん写真見ていこうかなと思うんですけれども、ちょっとねあんまり話しすぎるとプリセットネタバレになっちゃうんで難しいんですけど、まず今回のプリセットはなんて言うんだろう、シャドウハイライトに描く色を乗せるというよりかは色に対して色を乗せるっていう設定を、行っております。ちょっとねネタバレになっちゃうかもしれないんで今回はそこまで話せないんですけれども、基本的にはライトルームっていう機能は今までなんて言うんだろう、明暗、例えば明暗別色補正っていうのがあるぐらい、影とかハイライトに対して色を乗せていくという機能だったんですけれども、まあ、ある機能を使えば、影とかじゃなくて色に対して色を乗せる。例えばグレーにもいろいろあると思うんですけど、ちょっとねグリーンがかったグレーから、マゼンタがかったグレーっていうところまでいろんな範囲のグレーがあると思うんですよ。そこに自分がこう色を、少しずつ乗せていったりとか、例えばブルーを乗せたりとか、なんていうんだろう、マゼンタ乗せたりとか、そういう機能を、盛り込んでいます。それで、カラーマスク、だけでもなカラーマスクでその色を乗せるだけでもなくて、カラーマスクで色を乗せるだけでもなくて、明るいところとか暗いところを描く、場所にも、そのなんかね、コントラストだの明瞭度だのいろんな調整が入っていて、結構盛り込み盛り盛りの、プリセットですね。ぜひ楽しみにしてほしいです。ぜひ購入考えている方とか、また買った後に使い方が、いまいちわからないなって思う方は DM 来ていただければ、自分が、その辺話そうかなと思っております。はい、次いきますか。あとね、今、クラブハウスとかある、まあ、クラブハウスの話次しようと思ってるんですけど、クラブハウスとかあるんで、なんか興味がある人はそこでも聞いていただければいいかなと思います。クラシックですね。ちょっとね、わかりづらいかもしれないですけど、この明るいところがふわふわしているような雰囲気ですね。暗いところは結構しっかり、きっちり、カチッと、明瞭度が高い状態になってるんですよね。まあ、高いっていうより、一番明るいところが柔らかい状態になってるっていうプリセットです。はい、これはさ、先ほど、紹介したクラシックランドスケープですね。イメージとしては、まあ、そこまではいかないんですけど、フォトショップで、使われる、風景写真でよく使われる、オートン効果っていうものがあるんですけれども、まあ、簡単な例で言ったら、絵画風レタッチとか、やるような風景写真のレタッチに少し似せるような感じになっております。彩度若干高めなんですけれども、写真によっては全然彩度マイナスにしちゃったりしてもいいし、なんなら明瞭度とかも上げたり下げたり、調整しても全然面白いかなっていうふうに思っております。はい、こんな感じですね。桜のプリセット、特にこれはノクトンのクラシックの、プリセット、レンズを当ててるんですけれども、もともとの色にちょっとねマゼンタの色かぶりがある、つまり、オールドレンズ持ってる人今多いんで、それにもちょっと適応させたいなと思って、このクラシックの中で、いくつかのプリセットは、オールドレンズに適応できるようなプリセットになっているので、試してみていただけるといいかなと思います。また別にオールドレンズじゃなくても、なんだっけ、シャドウのキャリブレーションですね、キャリブレーションのシャドウの色かぶり補正を動かせば、こんな感じで、なると思うので、問題なくプリセットを、調節自分なりに改良できるのかなっていうふうにも思っております。はい、こんな感じですね。室内もバッチリ、ちょっとね細くしちゃったんですけど、もっとゆっくり見ていただけたらいいかなって思います。まあ、室内カフェとかでも、こういうね特にグレーの場所とかには青が乗るような雰囲気になってますね。しかも質感は結構意識しているので、結構気に入る方いらっしゃると思います。はい。シャドウの色気に入らないなとか思ったら色変えちゃっていいし、段階フィルターいらないなと思ったら消しちゃってもいいと思います。はい、はい。まあ、こんな感じでクラシックのランドスケープソフトとか、
海のところでもね、結構、いい感じの、柔らかい雰囲気が出るんじゃないかなって思っております。青いところでさらに青が引き立つようなプリセットになっていて、でもね、くどくないようにしているので、その辺の調節とかも、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、こんな感じで作品撮りとか室内撮影、これは多分クラシックの3かな、マットにちょっとなってるプリセットですね。これとかもかなり使いやすくて人気出るんじゃないかなと思いますね。これもクラシックのマットな、クラシック3ってやつですね。はい、ビフォーアンドアフター、これもクラシック3のビフォーアンドアフターって感じになっております。あとはもう、このプリセットの中で目玉って言ったらこのクラシックプレミアムですね。これは基本的に使いやすいようなことを意識して作ってて、まあ癖はあるけど、まあ使いやすいっていう感じにしてるかなと思います。はい、いいかな。うん、とりあえず今回、プリセットについて話していったんですけれども、概要欄に、クーポンコードっていうのを、もう一回、ちょっと変えて載せていこうかなと思います。結構前のコード使ってもう一回使えるんですかとか、わからない方いるんで、一回、今まで使っていたコード消してもう一回新しいコード発行しようかなと思います。で、今回からそのコードは、一人何回でも使えるように、していると思うので、そちらも見ていただけると、いいかなと思いますね。はい、今回、クーガーエディションプレミアムプリセットパック、これはかなり自分が今まで時間をかけて作ったプリセットなので、ぜひ買っていただけたら、使っていただいたら嬉しいかなと思います。あとね、感想とかも聞かせてほしいですね。これからの参考にしたいっていうのと、改良点があれば、どんどんね自分も勉強になるんで、いいかなと思っております。で、今月いっぱいまで、25% オフの、セールをやっております。25% オフとはいかなくても、多分ね1ヶ月とかなったら、まあこれ 25% オフとはならなくなっちゃうので、まあね早めにお買い求めしてる人は、いいかなと思います。プラスねクーポンコードも使えるんで、重ね合わせてどんどん安くしていけるかなと思っております。はい、とりあえずね話せることは大体話したのでいいかなと思います。次回からねちょっとクラブハウスとかについて話していこうかなと、レターしながらね話していこうかなと思うので楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、低評価でもいいので押していただけると嬉しいです。次回の動画は、わかんないな、1週間後ぐらいになるかなと思います。はい、そうですね。まあ、できるだけ、高い頻度で上げていけたらいいなと思っております。はい。じゃあ、ありがとうございました。